長禅寺は、茨城県取手市にある臨済宗明神寺派の寺院である。三号は、大鹿山。本尊は、地蔵菩薩。平野正門の創建と伝わる。上平元年に、平野正門の直願書として、建立と伝わる。荒廃するが、三國や三郎義秀が守り本尊を密かに、守り伝える。 上級元年に義秀の子孫で、大鹿城主の織部時平の命で、疑問和尚を回祖として再興。文略元年に、織部時平が十一面間の恩母殺像を島四面御堂に、安置。慶安二年に、徳川家光から朱院城を賜り、五国三島、廃領。元禄九年頃に現在地に移転。法暦十三年に三世堂を建立。 完成2年の王風で三聖堂が大破。共和元年に三聖堂再建。三聖堂三門ほか、新四国相馬礼場の札所など、計8棟がある。現存する5つのサザエ道建築の一つ。三聖堂とは、過去現在未来の三千仏を祀ることに由来し、観音堂、白継殿とも呼ばれた。長禅寺地方洋録によると、文略元年に、 大鹿城主であったオリベ、織部時平が混流した観音堂が、始まりとある。その後、動乱などで荒廃したが、法歴13年に、伝道の記念と春沖縄の尽力により100、観音堂が完成。完成2年に、大風で大破するも、今日は元年に再建し、これが現在に伝わる。また、これを示す名札も残る。建築士屋の小林文治は、 法暦の白津殿は三聖堂の前身で、京和の再建の際に、羅漢寺山僧堂を手本に、サザ堂様式で新築したとする。しかし、鳥出氏はこれを否定し、解体修復工事の所見や、長善寺地方録にある白津殿の記述に、三重に仏壇を構えとあることから、法暦の建造時から、サザ堂様式で京和に古材を再利用して、再建したとしており、 これが正しければ最も早いサザエ様式の建築となる。片五軒で外観は二層だが内部は三層。中央に四本の円柱の通し柱があり、角柱が外壁面に並ぶ。中央四本の柱の周囲にこの字形に仏壇を廃止百観音を祀る。各層を右回りに回りながら仏像を廃止、一周回り終える箇所にある階段で上層に上り、 山荘まで登る。山荘には縁側が回る。下りは上りとは別の階段で降りる。その間の動線は一切交わらない。正面に後輩がつき、デサントに道板武器の法業作りの屋根が乗る。毎年4月に内部公開が行われる。ありがとうございます。